次に吉田信弘君。吉田君、おはようございます。公明党の吉田信弘でございます。早速質問に入らせていただきます。まず日ベトナム刑事共助条約について質問いたします。本条約についてはその締結によりより充実した刑事共助を実施できるようになるとともにその確実性が高まると。また中央当局間の直接の連絡により刑事共助を効率化迅速化できると説明をいただいております。そこでまずこの本条約締結以前ですね、以前は日本とベトナムという両国は刑事共助はどのように行われていたのかについて外務省から確認をさせていただきたいと思います。はい、はい。加納アジア大洋州局南部アジア部長、お答え申し上げます。我が国におきましては刑事共助条約を締結しない場合におきましても国際捜査共助法等に基づき我が国外交ルートを通じて共助を要請してきた国との間で相互主義が保障されることを条件に共助を実施することが可能でございます。また我が国からも同様に外交ルートを通じて相手国に対して共助を要請することが可能でございます。これまでベトナムとの間では一方の国からの要請に基づき双方の外務省および在外公館を通じ関係者の事情聴取の結果等捜査に必要な証拠を両国間で提供し合ってきたところでございます。この条約を締結することに共助の実施の連絡を従来の外交ルートではなく中央当局間で直接行うことが可能となり共助の実施の効率化迅速化が期待できるものでございます。はい、吉田信弘君。はい、ご説明ありがとうございます。これまでは外務省さんをですね、通じて行っていたということが直接中央当局間が直接やれるということで、そういった意味で効率化迅速化というのが図られることは期待できるのではないかと思います。次に先ほど武井先生からもご質問ございました。ちょっと私からも関連で2点ほどお聞かせいただきたいと思いますが、日越関係はあらゆる分野で急速に展開しており、特に両国間の人的往来は在留邦人数、在留ベトナム人数ともに大幅に増加していると。人的往来の活発化に伴い在留ベトナム人による我が国での犯罪検挙数が増加しており、刑事共助のニーズが一層高まっているとのご説明をいただいたところでございます。そこでこのことを裏付けるですね、統計的な根拠をお示しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、加納アジア大洋州局南部アジア部長、お答え申し上げます。日越関係の人的往来はご指摘のとおり近年大幅に増加しております。例えばベトナムにおける在留邦人数でございますけれども、2005年には4207人であったところでございますが、2021年10月現在では2万2185人と約5倍になっております。また我が国における在留ベトナム人数におきましては、2011年に4万4690人でございましたけれども、2021年12月現在では43万2934人と10倍近くに増加したと承知しております。このような人的往来の活発化に伴いまして、残念ながら我が国での在留ベトナム人による犯罪検挙数、件数も増加しております。2011年のベトナム人による犯罪の検挙件数は1749件でございましたけれども、2021年には6329件と3倍以上に増加していると承知しております。吉田信弘君。はい、日ベトナム間の交流というのは非常に活発化して深まっているということに伴い、人的な数字も上がってきていると。結果いわゆる犯罪というふうなものも増えてきているというふうなご説明でございました。そこでまたそれに関連してございますが、今度は警察庁さんにお伺いしたいんですけれども、今ご説明があったベトナム人検挙数の増加に関連して、直近の2021年に検挙されたベトナム人は主にどのような資格で日本に滞在しておられたのか、統計的な数値ございましたならば教えていただければと思います。はい、渡辺警察庁刑事局組織犯罪対策部長。お答えいたします。2021年令和3年におけますベトナム人の総検挙人は先ほど申し上げましたとおり4007人でございますけれども、これを在留資格別に見てみますと一番多いのは技能実習で1787人 44.6% となっております。
次いで留学が809人で 20.2% と、こういった状況となっております。はい、吉田信弘君。はい、在留資格、このようなことによる統計というのは、今後の対策にしっかり生かされていかなければいけないのではないかなというふうに思っておりますので、ご説明いただいたことに感謝を申し上げます。今後の取り組みに生かしていきたいと思います。次に、強制労働の廃止に関する条約、ILO 第105号条約について質問をいたします。本条約については、締結が長年求められてきたこと、国内で労使ともに締結に賛成していること、ILO 事務局に加えて EU 等からも締結に向けた働きかけを累次受けていること、国際労働基準に対する我が国、ILO 常任理事国の遵守姿勢を示し、強制労働の廃止に向けた国際的な取り組みを促進する観点からも有意義であることから、本条約を可能な限り早期に締結することが重要であるとお聞きをしております。そこで、この早期にということでございますが、それではなぜこれまで本条約を締結してこなかったのか、その理由について外務省から答弁を求めたいと思います。赤堀地球規模課題審議官。お答えいたします。本条約は締約国に対して政治的な見解の表明等に対する制裁、労働規律の手段、同盟企業に参加したことに対する制裁等としてのあらゆる形態の強制労働を禁止し、かつこれを利用しないことを約束すること等を定めるものでございます。国内法制との関係では、本条約の締結のためには国家公務員の政治的行為等に対する懲役刑を含め、本条約に抵触する恐れがある国内法上の懲役刑を改める必要がある等の観点から慎重な検討を行ってきたところでございます。近年、本条約締結の重要性は国際条理や日本国内の労使の間でもますます指摘されるようになり、関係省庁との意見交換、諸外国の国内制度についての調査、ILO 事務局との直接のやり取り等を集中的に行ってまいりました。その上で、昨年国会内において立ち上げられた本条約の締結に向けた検討の場において、国内法制上の検討と必要な調整が加速した結果、昨年6月に強制労働の廃止に関する条約の締結のための関係法律の整備に関する法律が成立したことにより、本条約の締結のための環境が基本的に整ったものと考え、本国会に本条約の締結につきご承認いただくべく提出したところでございます。石田信弘君。はい、ありがとうございます。次にですね、今般刑法改正案が国会において審議されているというふうに承知しております。刑事施設における受刑者の処遇により、一層の充実を図るため、懲役及び禁錮を廃止して、拘禁刑を創設し、その処遇内容等を定めるとともに、罪を犯した者に対する刑事施設における処遇の充実を図るための規定の整備を行うというふうにお聞きをしているところでございます。素人的なイメージで恐縮でございますが、禁錮刑と懲役刑が混ざって、拘禁刑という名称になるようでございます。先ほどの今、ご答弁いただいた内容からしますれば、私は、公務員に対する懲役刑の存在が本条約締結の壁になっていると理解したところでございますけれども、今般の刑法改正で新たな何か障害になるとなってはいけないのではないかというふうに思っております。そこで今般の刑法改正と本条約の整合性についてはどのように整理されるのかについて外務省から答弁をいただきたいと思います。はい、赤堀地球規模課題審議官。お答えいたします。今国会に提出されています刑法等一部改正法案においては、現行刑法で定められている懲役禁錮を廃止し、これらに変えて拘禁刑を創設し、これに処せられた者には改善構成を図るため、必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができるものとすることとしています。拘禁刑に処せられた者が行う作業が本条約上の義務に抵触しないように担保するための在り方については、本条約締結のために、令和3年6月に成立した強制労働の廃止に関する条約の締結のための関係法律の整備に関する法律の趣旨を踏まえて、関係省庁間で協議し、適切に対応することとしております。具体的には、同法により改正された国内法令上の行為を行ったことにより、拘禁刑に処せられた者が受刑する場合には、刑法等一部改正法案において、刑事収容施設法を改正し、
鍵括弧刑事施設の長は受刑者に対しその改善構成及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には作業を行わせるものとする、ただし作業を行わせることが相当ではないと認めるときはこの限りではない鍵括弧閉じとの規定を設け、相当性を欠く場合は受刑者に作業を課さないものとしていることを根拠に、条約上の義務を履行する観点から相当性を欠くものとして本人の意思に反して作業を課さないこととし、その旨の通達等を法務省から各刑事施設所宛に発出することにより確保することが予定されているものと承知しております。石田信弘君、はい、ご説明ありがとうございました。次に漁船の安全のためのケープタウン協定についてお聞きいたします。本協定については漁船の安全のための国際協力を推進し我が国の漁船の安全性を向上させることが重要であると、本協定が規定する国際漁業安全保障、証書を我が国が発給する体制の確保が不可欠であると説明をお聞きしているところでございます。ところで、すでにこの協定を締結している17カ国についてご説明いただきましたが、この国の中にアジアの国が入っておりません。そこで本協定が日本を含むアジア諸国にとって不利になることのないようにしていただきたいと思いますけれども、この点について外務省の答弁を求めたいと思います。赤堀地球規模課題審議官。お答えいたします。漁船の安全に関するケープタウン協定は、我が国を含むアジア諸国の提案により、本協定の規則を適用するにあたり、測定の基礎として長さに変えて総トン数を使用できる規定を設けるなど、アジア諸国の漁船の実態を踏まえた内容でございまして、我が国を含むアジア諸国も参加の上、本協定が採択されております。また、2019年に発出されました本協定の2022年10月までの締結を目指す宣言には、中国、韓国、インドネシアなどのアジア諸国も署名しており、韓国については昨年12月に本協定の締結のための国内手続きを開始する旨を発表しております。内田信弘君、はい、ご説明ありがとうございました。最後に質問になりますが、最後は林大臣にお聞きしたいと思います。林外務大臣は先般カザフスタン、ウズベキスタン、モンゴルを訪問をされたとお聞きをしております。この時期に旧ソ連邦に所属していたカザフスタンとウズベキスタン、そしてロシアと長い国境を有するかつて社会主義国家であったモンゴルを訪問されたことの私は人人の深い意義について私なりに感じ取っているところでございます。林外務大臣はこの職務遂行に対して私は中心より深く敬意を表するところでございます。特にカザフスタンは2002年から継続してCSTO 集団安全保障条約機構に加盟をしております。ロシアと条約を締結しているわけでございますが、継続して締結をしているという状況です。ウクライナ情勢を踏まえるとカザフスタンは、現在私は非常にセンシティブな状況にあるのではないのかなというふうに思っておりますが、そこでですね、今般ロシアと関係性の深い3カ国、カザフスタン、ウズベキスタン、モンゴルを訪問された目的と感想についてお示しいただければと思います。委員長、林外務大臣。4月28日から5月2日まで我が国の戦略的パートナーであり、今ご指摘のあったように地政学上の要衝に位置するカザフスタン、ウズベキスタン、モンゴルの3カ国を訪問いたしました。今回のカザフスタンとウズベキスタン訪問は日本の外務大臣としては12年ぶりになり、本年日本と両国との外交関係樹立30周年の節目を迎える中で、戦略的パートナーである両国との二国間関係を強化する上で時宜を得た有意義なものとなったと考えております。カザフスタンとウズベキスタンではアフガニスタン情勢、それからウクライナ情勢、これらを含む国際情勢についても率直な意見交換を行いました。ウクライナについて私から日本の立場を説明し、両国からは国際法の原則及び国連憲章に基づく平和的解決が必要と、こういう指摘があったところでございます。またアフガニスタンについて、ウズベキスタンの発電所建設への日本の協力が、ウズベキスタンからアフガニスタンへの電力の供給という形でですね、地域の安定化につながっているということにつきまして、先方の大統領や副首相から高い評価をいただいたところでございます。またモンゴルは中国とロシアに挟まれて、地政学的に大変重要な位置を占める国でございます。今回の訪問においては、外交関係樹立50周年を迎え、
我が国と普遍的価値観を共有するモンゴルとの間で、戦略的パートナーシップを一層強化していくことを改めて確認をいたしました。また、ウクライナ情勢を含む国際情勢について、率直な意見交換を行うとともに、自由で開かれたインド太平洋の実現、拉致問題を含む北朝鮮への対応等について、引き続き協力していくことを改めて確認したところでございます。吉田信弘君。はい、林大臣、ご答弁ありがとうございました。以上で質問を終わります。ありがとうございました。次に松原仁君。